タイラー・アレクサンダー・マツエックは、アメリカが州国カリフォルニア州オレンジ軍、ミッションビエホ出身のプロ野球選手。左投げ左打。MLB のアトランタ・ブレーブス所属。2009年の MLB ドラフト一巡目で、コロラドロッキーズから指名され、8月17日に契約。2010年に A 級、アッシュビルツーリスツでプロデビュー。 18試合に先発登板して5勝1敗、防御率2.92、88奪三振を記録した。2011年はまず A 級アッシュビルでプレーし、12試合に先発登板して5勝4敗、防御率4.36、74奪三振を記録した。6月に A 級モデストナッツへ昇格、10試合に先発登板して0勝3敗。 防御率9.82、37奪三振を記録した。2012年は A 級モデストでプレーし、28試合に先発登板して6勝8敗、防御率4.62、153奪三振を記録した。2013年は A 級タルサドリラーズでプレーし、26試合に先発登板して8勝9敗、防御率3.79。 95奪三振を記録した。オフの11月20日にロッキーズとメジャー契約を結び、40人枠入りした。2014年3月9日にロッキーズと1年契約に合意。3月12日にトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスへ配属され、そのまま開幕を迎えた。開幕後はトリプル A 級コロラドスプリングスでプレーし、12試合に 先発登板して5勝4敗、防御率4.05,61奪三振を記録した。6月11日にメジャーへ初昇格し、同日のアトランタブレーブス戦でメジャーデビュー。7回を5安打に失点7奪三振に抑え、メジャー初勝利を挙げた。この年メジャーでは20試合に登板して6勝11敗、防御率4.05,95奪三振を記録した。 2015年は5試合に先発登板して2勝1敗、防御率4.09、15奪三振を記録した。2016年6月21日に40人枠外となり、この年のメジャーでの登板はなかった。オフの11月7日に FA となった。2017年2月18日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。 2018年4月12日に独立リーグであるアメリカンアソシエーションのテキサスエアホックスと契約した2019年1月16日にアリゾナダイヤモンドバックスとマイナー契約を結んだ5月16日に自由契約となった6月9日前年に所属のテキサスエアホックスと契約した2019年8月15日に ブレーブスとマイナー契約を結んだ。移籍後は、参加の AA 級ミシシッピブレーブスとトリプル A 級グーインネットストライパーズでプレーした。2020年7月23日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。7月26日のニューヨークメッツ戦で5年ぶりにメジャーの試合に登板した。ありがとうございます。